うるまです。はい、本日の動画はですね、自分の店ブランドのオープニングアクトからこの夏に欠かすことのできないアイテムですね、この夏の定番アイテムをこだわりにこだわりで作ったアイテムがこの度完成いたしましたので、今ねざっと並んでるアイテムとまさに自分が着てるこちらのアイテムになるんですけれども、アイテム魅力だったりとか、まあ、どんなアイテムかというところをですね、こと細かくですね詳細をお話ししていこうと思います。はい、というわけでですね、自分のブランドのオープニングアクトも夏物リリースが佳境に差し掛かってくる中で、もうこの夏ですね、結局これ着とけば間違いないっていうアイテムを、まあ、しっかりやっぱリリースしたくて完成したのがですね、こちらのアイテムなんですけど、もうこのね、アイテム自体がこのオープニングアクトの中でもですね、過去に何度かリリースさせてやってるシリーズで、もうめちゃめちゃ定番で、1年間定番でですね、人気を博しているコレクションなんですけれども、そのシリーズっていうのが、このオープニングアクトの中でですね、エッセンシャルシリーズって銘打ちながらやらせていただいているコレクションがありまして、このエッセンシャルシリーズっていうのがこのファッションですね、スタイリングをする中で着こなしの中で欠かすことのできないですね、定番アイテムを贅沢な素材を使って、かつ手の届きやすいプライスでお届けするというですね、アイテムラインナップたちになっておりまして、今までもですねこちら、はい、このクルーネックのですね無地 T シャツだったりとか、あとはですねこちらも年間で多くのご注文いただいているこちら、はい、こちらのタンクトップですね、こちらもリリースしておりまして、あと秋冬とかですねこちら、はい、スウェットシリーズとかそういったものもリリースさせてもらってるんですけども、今回ですねこのエッセンシャルシリーズの中でも人気の生地のですね USA コットンを使ったヘビーウェイドのカットソーですね、そちらをビッグ D 仕様にして完成したのがこちらのアイテムでございまして、まあですね生地感自体がまず間違いないんですけど、やっぱねベーシックなサイズ感を過去にもすでにリリースしているので、そことしっかり差別化しつつ、もうこれ着とけば着こなしが完成するというですねアイテムコンロで完成いたしましたので、そちらのアイテム魅力とですね、あとはどんな違いがあるかとか、そういった話をしていこうと思います。結構色展開もですね過去と違って、まあ、いろんなバリエーションになっているので、いろいろねお話ししていこうと思うんですが、じゃあですねまずはもうすでにですね過去のコレクションをご購入いただいた方だったりとか、動画で見ていただいた方に関してはもう知っている方も多いと思うんですけども、このエッセンシャルシリーズのこのカットソーですね、どういった生地を使ってどういうところをこだわっているかというところをですね、まずは簡単にお話をしていこうかなと思います。まさにですねこちら、はい、こちらねカットソーの生地になっていて、自分がね着てるこちらのカラーもそうなんですけれども、こちらね生地を一から作っておりまして、基本的にですね、まあ、他のファッションインフルエンサーさんだったりとかブランドさんとかはですね、結構 T シャツの生地屋さんだったりとか、もう既存のボディとかそういったものを使いながらですねリリースした方も多いんですけど、やっぱり自分自身がですねもういろんな白 T シャツを着てきて、まあ、特にですね白 T シャツだったりとかタンクトップにこだわりがあるんですよね。でやっぱ白 T シャツってアイテムがシンプルなアイテムなので、こだわるところで言うとやっぱり生地とシルエットというところで、そこに全振りして今回こだわらせてもらったので、もう既存のね生地だとね自分に気に入るものがあんまなかったので、だったら一から作ろうというところで、いろんなね工場さんとかパートナーを探した中で、もういいですね工場さんがね数年前に見つかりまして、その工場さんっていうのがもういろんな、ね、ストリートブランドとか海外ブランドのボディをですね生産を請け負っているところで、それこそいろんな T シャツの製法だったりとか糸のバリエーションとかそういったものがとんでもなくあるところだったので、まあ、ここだったら自分の希望のカットソーができるんじゃないかなと思って、もう研究に研究を重ねてですねサンプルにたくさん作った中で、これだったらオリジナルリリースしたってものが完成しましたので、もう2年前からですねリリースさせてもらっているのがこのエッセンシャルシリーズの USA コットンのですねカットソーシリーズでございます。このねエッセンシャルシリーズでリリースさせていただいている USA コットンのカットソーに関しましては、本当にいろんなところこだわっていて、まずですね素材感謝が名前の通り USA コットンですね、豊かな表情と程よい凹凸感ですね、そういったね風合いを楽しむことができる人気の素材であるのと、プラス結構ですね世間的な USA コットンのイメージでいうと結構カジュアルなイメージがあって、結構ヘビーオンスでガサッとした雰囲気のところもあるんですけど、このオープニングアクトからですねリリースさせていただいてるこれ USA コットンのカットソーに関しては、もちろんですね USA コットンは使ってるんですけども、結構綺麗めな表情というか、表面感はですねあんまり毛羽立ちのないものを使っているので、本当にカジュアルから綺麗めまで程よくどちらも対応できるような定番的なカットソーとして生地をですね仕上げさせていただいております。あとはですね白 T シャツとかタンクトップに関してはやっぱり消耗品っていうね側面もあるので、まあ、少しでもやっぱタフで、まあ、長持ちしてもらいたいという気持ちがあるので、生地感自体もですねタフに今回仕上げさせていただいていて、生地感がですね 7.5 オンス、比較的ヘビーオンスのカットソー生地に仕上げさせていただいております。ただですね生地が厚ければ厚いほどいいってわけではなくて、コットン 100% でヘビーオンスに仕上げすぎてしまうと生地が重かったりとか、そもそも着心地が悪いとかそういったね雰囲気にもなってしまって、程よいバランスがある
ると思うんですよ。まあ、例えて言うなら、ドラゴンボールでトランクスがですね、強くなろうとして、もう筋肉バキバキにして、もう筋肉をつければつけるほど強くなるんじゃないかっていうね、シーンがあるんですけど、実はそれが違って、もうお父さんのベジータがですね、いや、バランスが一番大事だろうってところで、そういったシーンがあるんですけど、イメージで言うと、そういう感じです。絶対伝わんねえな、これ。まだちょっとね、ニュアンスだけでも使っていただけたら嬉しいなと思って、ちょっとお話させてもらったんですけども、まあ、それぐらいですね、バランスに富んだ記事というところですね、伝えたかった次第でございます。なんでね、この USA コット 7.5 オンスの生地で仕上げるところと、まだ表面感をですね、結構カジュアルな風合いに仕上げすぎずに、この切れ目でもカジュアルどちらも対応できるカットソーっていうのが、まさにですね、自分がいろんな白 T シャツだったりとか、いろんなね、ボディーブランドを試した中でも感じたことで、今まではですね、結構プロクラブだったりとか、あとはロサンゼルスアパレルとか、あとはヘインズだったりとか、あとはギルダンとかですね、いろんな白 T ブランド、多分ね、ほとんどの白 T ブランド来たんじゃないかっていうからいろいろ試して、もう安いものから高いものまで。っていう中で、こんなものがあったらいいなところを詰め込んだカットソーでございまして、例えばですね、プロクラブ、自分もね、好きで着てるんですけど、あれはですね、生地感とかはですね、すごい好きなんですよ。なんですけど、やっぱりちょっとストリートの表情が強すぎるところと、あと首元のリブがね、ものすごく強いので、結構首元が詰まってるんですよ。なので、シャツだったりとか、インナーに使った時に、ちょっと堅苦しさを感じてしまうなと思って、ちょっとそこの利便性がないなと思ったのと、あとですね、結構サイズ感が大きいので、XL とか、ちょっとサイズを上げていくと、着丈もどんどん海外ブランドに長くなっていくんですよね。まあ、そうなっていくと、なんか最近の着こなしのイメージは違ってくるなと思って、違うなと思って自分なんかじわじわ感じるところがあって、あとロサンゼルスアパレル、ここもね、生地感とかすごい良くて、6.5 オンスか7オンスぐらいのですね、生地を使って、ガーメント加工ですね、表面には結構ね、洗いもかけて、程よい風合いになってるんですけど、やっぱ USA 製のですね、程よいこのざっくりした感じで、結構ね、上がってくる生産タイミングによって、形が全然違うんですよ。首元のリブの形だったりとか、ちょっとしたズレぐらいじゃないぐらいのですね、乱寸が結構起きることがあるので、まあ、定番的なアイテムとしては、ちょっと不安定さがあるなと思って、まあ、ちょっと難しくて。まあ、ギルダンとかだと、結構安くてね、手に入りやすいんですけど、やっぱりちょっとへたりやすいとか、いろいろある中で、まあ、それぞれのボディーブランドを試した結果、いいとこ取りで作ったのが今回のエッセンシャルシリーズの T シャツシリーズでございます。まあ、今はですね、改めての紹介になるんですけども、こちら。はい。もうクルーネックのですね、ベーシックサイズの、こちらのムチ T シャツ。あとですね、こちら。はい。このエッセンシャルシリーズの中でも一番人気のですね、こちらのアイテムになるんですけれども、このカットソーの 7.5 オンスの生地を使ったロンデタンクトップですね、こちらのアイテムになっていて、で、今回入れさせていただくこちらのアイテムなんですけれども、シルエットを今回変更しておりまして、まあ、冒頭でも言ったように、こちらビッグ T 仕様で今回作らせていただいております。でですね、やっぱり2024年のトレンドに対応できるように、ビッグ T で仕上げていって、しっかり身幅とか広めに設定はしてるんですけれども、着丈はちょっと短め、ボックスシルエットで仕上げさせていただいているので、言えばですね、大人向けの洗練されたビッグティーですね、今回完成したのが今回のアイテムでございます。というわけでですね、生地についてはこだわりにこだわり抜くポイントがですね、分かっていただけたかなと思いますので、ここからはですね、色展開だったりとか、あとはアイテムのディティールとか、そういったところをですね、合わせてご紹介していこうかなと思います。いや、今回もですね、シルエットかなりこだわっておりまして、改めてなるんですけども、こちら、はい、今回エッセンシャルシリーズからリリースさせていただく USA コットンを使ったですね、ベーシックビッグポケット T シャツでございます。過去にですね、リリースさせていただいたベーシックアイテムに関しては、ほんと、身幅も着丈も関しても結構ベーシックサイズで、若干着丈長めにはしてるんですけど、今回のビッグ T 仕様に関しては、身幅が広めの着丈短めのボックスシートですね。まさに今着たくなるようなサイズでございます。もうディティールとしてはですね、結構シンプルに仕上げさせていただいてるんですけれども、こちら。はい。まず首元ですね。こちら首元のリブ自体は、ややね、太めに仕上げてるんですけど、このリブ幅。はい。こちらに関しては細いピッチのですね、ものを使っているので、結構上品に見えるんですよね。モックネックってわけではないんですけど、ほんとね、カジュアルに切れ目を使えるような首元のリブに仕上げさせていただいているのが特徴です。で、胸元にこちらワンポイントですね、ポケットをつけさせていただいております。前回のベーシックカットソーとかね、そういったものはポケットつけてなかったので、ワンアクセントとしてっていうところと、あとはですね、このアイテムの落ち感だったりとか、そういったものをですね、表現したかったので、通常のポケット T シャツよりも、ポケットを若干位置を下にしてるんですよ。で、このポケットを若干ね、位置下にすることで、アイテムに対する見え方をね、視野を若干下げることになるので、やはり落ち感だったりとか、よりこう、緩さっていうのをですね、表現するために、このポケットをあえてつけさせていただきました。で、あとはですね、サイドにこちらですね、やっぱビッグシルエットでヘビー要素のカットソーになるので、やっぱアイテムに動きを出したかったので、こちらですね。ほんとスリットほんの少しだけさせていただいております。なので、結構サイドスリット入れるときは、過去ですね、オープンランドでリリースしたアイテムに関しては、1、2年前とか、そういったものに関しては結構深めのスリット入れて、インナーとのね、タンクトップのレイヤードを楽しんでもらいたいとかあったんですけど、まあ、自分自身もですね、結構タックインとかそういったものをするときに、スリットが深すぎるとですね、タックインできないので、まあ、今回ですね、入れるか迷ったんですけど、このやっぱ、
ヘビー要素のカットソーを使ってるので、けどね、ガシッとした武骨な印象になりすぎたくもなかったので、スリットを入れてですね、動きを外に逃がすように、はい、そういった用途としてこちらスリットを採用させていただいております。あとです、背面に関しては特に、はい、デザインとかはないですね。で、続いてシルエットの保管できる部分ですね。このボックスシルエット採用してるってところと、あとは肩もですね、しっかり落としたドロップショルダー仕様となっていて、袖に関してはですね、着ながら紹介する方が分かりやすいかなと思うんですけども、こちら。袖丈に関してはですね、ゴム袖よりも若干短いぐらいの袖に今回仕上げさせていただいております。まあ、いたずらにちょっと長すぎるのも子供っぽいなというところと、けど、短すぎてもあんまり特徴ないところで、絶妙な丈感を今回ね、採用させていただいているのと、結構ですね、ここが言わないと伝わらないところなんですけども、自分がですね、結構 T シャツとかそういったものに関しては、それだけをですね、ロールアップしながら結構着ることが多くてですね、まずはこれ通常のパターン、はい、こちらですね、お仕置きさせてもらっていて、で、自分はですね、ワンロールからツーロールぐらい結構折りながら着たいなっていうところがあって、結構ね、印象が違うんですよ。よりなんか洗練としたというかコンパクトな見え方になってくるんですよね。はい、じゃあ一折りした状態で着るのが、こういった感じでございます。これも自分結構好きで、でね、こう二折りするのも結構良くて、ボックスシルエットで結構身幅広めでね、ズルズルな雰囲気ではあるんですけど、それだけだけしっかりコンパクトに抑えてもらえると、なんかすごい大人っぽくビッグティーが着ることができるので、ワイドなパンツもそうだし、そんなにね、なんかセミワイドぐらいのパンツ、そういったものを出してもらってもすごくいいなと思いますね。これにショートパンツ履くだけですごい大人っぽい夏の着こなしが完成するかなって感じですね。全然違うでしょ、印象が。例えばこっちだけ戻してみてもいいんですけど、こんな感じですね。結構ね、それだけだけで結構印象違うので、自分はね、もうなんかその日によって変えるかな。うん、けどなんかそれロールアップする方がちょっと気持ち多いかもしれないですね。パンツのなんか丈感だったりとか、ルーズさによって結構変えていきたいなと思って、こちらの仕様を採用しております。はい、というわけですね、アイテムのディティールだったりとか、こだわりポイントの説明以上といたしまして、ここからですね、アイテムの色展開について入れていこうと思います。今回は5色展開ですね。まあ、なんといっても、はい、こちら定番のもうホワイトですね。まずこれ1枚持っといてもらったら間違いないし、なんだろうか、複数枚買いもしていただきたいぐらいのですね、もう定番アイテムになっていて、ほんと持っとけばまず間違いないという感じのアイテムですね。やっぱこの USA コットンのですね、 7.5 オンスの生地感贅沢に使ってるので、ほんといい生地感なんですよね、これ。うん、まず定番のこちらがホワイトでございます。続いてやっぱ自分自身がですね、子供の夏ほんとモノトーンなファッションがね、結構好きになっている中で、まあ、欠かせないのがブラック、真っ黒ですね。はい、でございます。本当に綺麗めでもカジュアルでも、もう落ち着いた印象でね、着ることができるので、これもですね、結構自分用にストックしておきたいなと思える一枚でございます。いや、結構ね、着るサイズ感によって全然違うので、今自分が着てるのがこちら L サイズですね。適正サイズになるんですけど、ちょっと M サイズとか小さいサイズを着てもね、かっこいいかなと思うんですよね。着丈もちょっと短くなるし、迷うな。カラーによってちょっと、ホワイトは XL とかね、ちょっと大きいサイズ着たいし、ブラックは逆にコンパクトに着てもかっこいいし、迷う。自分のブランドで。で、最後。はい、3色目、無地ですね。こちらがピグメントブラックでございます。やっぱね、今年のトレンドといえば、このピグメント加工ですよね。このヴィンテージウォッシュ感。やっぱね、コットン 100% の USA コットンで、かつですね、やっぱ 7.5 オンスの生地使ってるので、このピグメント加工が本当に綺麗に乗るんですよ。ほんとリアルな古着買ってぐらいですね、風合いが出てるので。だからね、どの色もそれぞれキャラが立ってるので、全色おすすめなんですよね。もうしかもですね、ピグメントブラックに関しては、やっぱね、この無地と比べても加工が入るので、コストがこれ高いんですけど、まあ、ここはですね、細かいことを言わずに、この同じページで、はい、販売させてもらうので、めちゃめちゃ、こちらお得なプライスとなっております。はい、というわけで、こちら無地が3色展開となっておりまして、続いてはボーダーですね。これ春、長袖のカット袖も出したカラーリングになるんですけども、こちら、はい、ランダムピッチのこちらボーダーを今回リリースさせていただこうと思っております。これがホワイトブラックですね。こちらのボーダーとなっております。結構ね、このボーダーが好きで、自分的に、なので半袖もリリースしちゃうと思って使わせてもらったんですけども。はい、こちらが反転カラーですね。こちらブラックのボディに対して白いラインが入る仕様でございます。これもね、モノトーン調の基本色もいいし、結構カジュアルにも合うんでね。今回のエッセンシャルシーズンに関しては、ほんと着こなしとかファッションジャンル問わずですね、着ることができるアイテムにしたかったので、本当にカジュアルなファッションから綺麗めモード、もうテックファッションとかね、もういろんなポイントでハマるアイテムになっておりますので、ぜひですね、やっぱ白 T シャツだったりとか、ビッグ T 探してるって方にですね、ぜひゲットしてもらいたいアイテムでございます。で、今回ですね、無地が3色、ボーダーが2色展開となっていて、で、サイズ展開に関しては、XS から XL の5サイズ展開ですね。XS、S、M、L、XL の5サイズ展開となっております。なので、何かしら自分のマイサイズが見つかるかなと思いますし、先ほど言ったように、今のね、基本調気分によって、サイズ感とかね、結構分けていただきたいなと思っていて、今までよりも大きくたい方はビッグサイズでもいいと思うし、ちょっとコンパクトにしたいなって方はサイズ下げてもらってもいいし、本当にいろんな選び方ができるシリーズかなと思いますので、もう気分に合わせてですね、選んでいただけたらと思います。
はい、というわけで今回リリースさせていただくエッセンシャルシリーズですね、USA コットンヘビーウェイトシリーズのビッグティーですね、この度完成いたしましたのでご紹介させていただきました。でここからですね、最後にアイテムの販売価格と、あとは販売方法ですね、あとは今回お得なキャンペーンの方もご用意させていただいておりますので、そちらも合わせてご紹介していこうかなと思います。ではですね、早速こちらのプライスの方から発表していこうかなと思うんですけども、今回リリースさせていただくこのエッセンシャルシリーズのですね、 USA コットンヘビーウェイトビッグ T シャツなんですけれども、こちらお値段の方が税込みで4400円となっております。安い。いや、安いですよ、これ。なんですけど、最近ですね、エッセンシャルシリーズに関しては、で、定番でね、リリースさせていただいていて、コードさんとのですね、関係性もしっかり深くなってきたので、まあ、コストのところがですね、結構原材料だったりとか、まあ、工賃とかね、年々高くなってるところあるんですけど、まあ、極力ね、お互い協力しながら、いろいろコストを削っていって、何度かですね、同じクオリティで安くお届けすることができておりますので、ぜひこのタイミングでお得にゲットしてもらえたら嬉しいなと思っております。なんで、今回に関しては、無地のカットソーに関しても、ピグメントカットソーに関しても、ボーダーに関しても全て同じお値段の税込み4400円となっておりますので、ほんとね、複数色買いもお得なアイテムでございますし、なかなかですね、同じプライスでリリースし続けるのもいつまでね、できるかわからないね、状況でもありますので、ぜひこのタイミングでゲットしていただけたら嬉しいなと思っております。でですね、今回のアイテムに関しましては受注販売にてご注文を受けたものと思っておりまして、受注期間中であればですね、必ずゲットできるアイテムなんですけれども、いや、逆にですね、今回のビッグ T シャツに関しては定番で販売するかまだね、確定してないアイテムになりますので、もしかしたら今回のみにしか買えないアイテムになる可能性もありますので、このアイテムですね、興味ある方とかご検討いただける方に関しましては、この受注期間中にぜひゲットしてもらったらなと思います。はい、というわけですね、このアイテムの販売価格と販売方法ですね、こちらをさせていただいていて、気になる受注期間なんですけども、こちら、はい、こちらの受注期間中にですね、ご注文いただけた方に関しましては、責任を持ってですね、全数在庫をご用意させていただきますので、ぜひですね、こちらのアイテムをゲットしてもらったら嬉しいです。でですね、今回なんとですね、お得なキャンペーンの方をご用意させていただいておりまして、そのキャンペーンっていうのが、今回のですね、これエッセンシャルシリーズの販売を記念してですね、今回送料無料キャンペーンを行おうと思っております。はい、オープンアウトではですね、ご注文金額関係なくお客様からですね、送料いただく形でお店を運営させていただいてるんですけれども、まあ、今ね、まさに6月から7月に向けてるところで、まさに夏物が欲しくなるタイミングだったりもしますし、やっぱりですね、定番アイテムで、かつこちらのアイテム試していただきたいという気持ちもありますので、今回ですね、期間限定で送料無料にてご注文をですね、受けたましていただいておりますので、このね、キャンペーン期間中にご注文いただけたものに関しましては、送料無料でお届けさせてもらうのと、まあ、あとで過去にリリースさせていただいているこちら、はい、このね、エッセンシャルシリーズの USA コットンのクルー T シャツ、ベーシックのカットソーとこちら、はい、タンクトップに関してもこのタイミングで再生産分がですね、生産上がってまいりましたので、まさにこれからもう着こなしの中ですね、マストで持っておいていただきたいアイテムたちとなりますので、ぜひですね、こちら今回の新作と合わせて、過去のですね、クルーネック T シャツ、タンクトップに関してもぜひゲットしてもらいたいアイテムでございますので、あとはですね、今回オープンアクトの中の送料無料に関しては全品対象になっておりますので、ぜひ他のアイテム気になるものがありましたら、一部ですね、受注販売アイテムでも増産だったりとか、そういったもの出る中で数点だけ在庫が戻るアイテムもね、ありますので、ぜひこのタイミングでオープンアクトで取り扱いさせていただいたアイテムもお得にゲットしてもらえたら嬉しいです。はい、というわけで本日の動画も以上となります。で、今回は本当に自信作のアイテムたちになっておりますので、ぜひご検討いただければ嬉しく思っております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。